これより会議を開きます。内閣提出、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続きの特例に関する法律案を議題といたします。この際、お諮りいたします。本案審査のため、本日、政府参考人として、消費者庁次長松田俊明君、消費者庁審議官川口康弘君、及び経済産業省大臣官房商務流通保安審議官豊永淳君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。これより質疑に入ります。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。浜地正和君。浜地君。皆様おはようございます。公明党の浜地正和でございます。今日は与党側で質問に立たせていただくのは私のみでございますので、しっかりとやらせていただきたいと思います。この法案ですね、いわゆるこれまで被害が少額で、または例えば高齢者の方で、もう被害回復をやるのは煩雑であると、またそこまでやらなくていいんじゃないかという泣き寝をしていました、被害者を救うという部分では非常に重要な法案であると、そのように私、感じております。特に初めからですね、被害者を食い物にしようといういわゆる悪徳業者のような、業者は市場から退場させると、そういう部分では非常に重要な法案であるというふうに感じております。しかしただ一方で、いわゆる民法の格言の中には、権利の上に眠る者は救わないといったですね、そういった格言もございまして、やはり権利主張するためには、それなりの汗をかくと、しっかりと自分の権利を主張していくということは、また一つの重要な格言でございます。特にですね、今回この悪徳業者、いわゆる最初から故意犯で、被害者を食い物にしようといったものだけではなくですね、今回の類型の中では、不法行為によって被害を被った場合、不法行為というのは、故意だけでなく、過失もございます。ですので、例えば製品を作ったときに、たまたまその性能に、問題があった、最初から騙すわけではなく、問題があった場合にもですね、やはりこの法案の対象になるわけでございますので、きちっと適正にこれまで、営業しよう、または事業活動しようといった、事業者までもですね、やはり被告になることがございます。ですので、私のもとには消費者団体の方から早く成立をさせていただきたいという声もございますし、またこれまでも、自民党さん、また、我々公明党の中でもですね、クラスアクションになる問題や、また少し乱訴の危険があるんじゃないかと、それによって経済活動が阻害されていくんじゃないかということで、部会の中でも非常に問題ということを、私も承知をしております。その中で、即行等のですね、制限をするであるとか、また弁護士費用等を、やはり弁護士だけは儲からないように、費用の部分をですね、しっかりとウォッチしていこうということで、部会の中で了承になって法案が出てきているという経緯で、ございます。で、その中で、これまでですね、いわゆる少額の被害者、10万とか20万円の被害者で、自分の一人の力で、訴訟をするまでもない方がたくさんおったわけでございますけれども、しかし、そのような少額被害者の場合でもですね、例えば弁護士会の方で、被害者の緊急110番みたいな電話相談をしまして、例えばこの10万円の被害者を1000名集めてですね、1億円の、被害総額にして、いわゆる併合請求をして、裁判をするってことが可能だったわけでございます。これまでも、いろんな被害団体の方が、そのような電話相談をしまして、被害者を集めてやってきたわけでございます。そうなりますと、1億円の請求というのは、印紙代が32万円ということになります。1000名集めると、もう一人頭の負担は3000数千円ということになりますので、経済的な負担も重くはないんですね。ですので、実際に実務の運用の中で、少額被害者をたくさん集めて、集団的に訴訟をしているということは、これまで行われたわけでございますが、その中において、今回、この集団的訴訟の法案を提出される意義をですね、必要性をもう一度確認をさせていただきたいと思います。大臣の方に質問させていただきます。はい、森国務大臣。はい、私、少額被害者を集めて、集団訴訟をたくさん起こしておりました弁護士でございます。これはですね、ものすごく大変でございます。
しかもですね、110番をやってもですね、1日や2日の110番で日本全国にいらっしゃる被害者の方気づいていただけません。まず110番をやりますということを新聞になかなか書いていただけません。インターネットは高齢者の方見ません。ということでですね、潜在的な被害者がたくさんいるんです。このようなですね、詐欺商法で言いますと、桜前線のようにですね、ずっと各地を回ってきて、気がついて警察に検挙な知らされそうになると別の地域に移っていくということで、同じ手口で日本全国をずっと回っていく。それを消費者生活センターが情報を共有して、国民生活センターを中心にしてですね、なんとか予防しようとしているんですけれども、なかなかそこは追いかけっこなのでございます。例えば振り込め詐欺という手法が流行った時もですね、一つの振り込め詐欺グループが捕まりました。スイスに50億円送金してました。条約がありませんので、スイスと外交的に交渉して半額だけ戻してもらったんです。25億円が戻ってきました。私たち弁護団はこの25億円を被害者の方に戻そうと思って広報しましたけれども、名乗り出る方が大変少なかったんです。その被害金額の方を見ますとですね、やはり多くの方がもう知らずのうちにですね、助けていただく機会、そして被害金額が戻ってくる機会を知らずのうちに泣き寝入りをしてしまっている。これが少額被害の現状でございます。また少額でない場合もございます。ということで、被害回復に要する費用ももちろんそうなんですが、先ほどその1000名で割れば1人3200、しかしその1000名に知らせるための広告費用もあります。1000名の方に交通費をかけて来ていただいて、一つの部屋をお金を出して借りて説明をする、そのコストも私たち被害弁護団が持ち出しでやっている状況でございます。手間もかかるんです。そういう費用ですとか手間ですとか、それから専門的知識がない、こういったことをですね、救済をするための本制度の導入です。本制度が導入されることにより、消費者は特定適格消費者団体による1段階目の訴訟追考の結果を踏まえて2段階目の手続きに加入することができることとなり、かつ実際の2段階目の手続きは特定適格消費者団体に受検をして行うことになります。また消費者に通知広告がなされることにより、特定適格消費者団体の受検をする機会を確保することにしています。こういうことによって、多くの消費者が手続きに加入できるようになる。被害回復に要する時間、費用、労力が低減される。消費者が訴訟手続きを使うことをためらわなくなり、これまで回復されにくかった消費者被害を回復することができるという、そういう実効性があるというふうに考えております。浜地正和君、ありがとうございました。大臣の実体験に基づくお話でございましたので、今非常に私も説得力を感じながら聞かせていただきました。本当にそういった必要性というのは私も高いというふうにですね、個人的にも感じております。ですので、今回こういった法案を、特に、前回の国会の方から先輩方がしっかり揉まれてですね、作られてきたという経緯があるかと思うんですが、ただ今回のこの集団訴訟というのはやはり一般の民事訴訟手続きのかなり例外をなす規定が、当然でございますけど多ございます。一つはこの原告の問題ですね。原告が、特定適格消費者団体というところがもう原告になると。民事訴訟法の大原則で言いますと、当然権利義務の主体である例えば被害者本人が本来は主体でなければいけないんですが、本当にこれは民事訴訟法の例外をなすものでございまして、原則の例外ということでございます。ですので例外規定となりますと、やはりその要件はやはりしっかりと吟味をしなければいけないというふうに思っておりますけれども、まずこの特定、適格消費者団体のこの資格の要件ですね、これをもう一度明確に教えていただきたいと思います。消費者庁川口審議官。お答え申し上げます。
ご指摘の通り、特定認定のための要件につきましては、被害回復関係業務を適正に遂行し、制度の実効性、適正性を確保する観点から適切に定める必要があるということでございます。具体的には、特定適格消費者団体の要件としまして、主なものを申し上げますと、一つ目として、適格消費者団体であり、差し止め関係業務を相当期間継続して適正に行っていること。二つ目といたしまして、新たな業務となります被害回復に関係する業務について、適正に遂行するための体制、それから業務規定、経理的基礎が整備されていること、それから理事に弁護士を選任していること、それから消費者から支払いを受ける報酬または費用がある場合には、報酬等の額または算定方法を定めており、これが消費者の利益の擁護の見地から不当なものでないこと、などの要件のすべてに適合しているときに限り、特定認定、適格消費者、特定適格消費者団体として認定できるとしているところでございます。浜地正和君。ありがとうございます。今聞いて、パッと理解できるのは、理事に弁護士がいることだったりとか、または報酬規定がしっかり定められていることなんですが、業務の体制ということのですね、適切な業務の体制という言葉があったんですが、非常にやはり少し抽象的なような気がします。そういった部分ではこれから内閣総理大臣が認定をしていく上で、この特定、適格消費者団体に関するそのガイドラインのようなものはこれから作られる予定はあるんでしょうか。消費者庁川内審官。はい、先生ご指摘のように認定内容、認定要件の内容につきましてはできる限り客観的にすることが望ましいということで、法案の成立後、政令、内閣府令、それから認定監督の指針をガイドラインとして、定めるということで、要件の詳細を明らかにする予定としております。浜地正和君。はい、そうなりますと、今現在ですね、差し止め請求ができる団体、他の法令によってですね、適格消費者団体が11あります、全国にですね。こちらの方の団体は、今のこの要件を満たしますでしょうか。消費者庁、川内審官。お答え申し上げます。現在の適格消費者団体でございますが、これは差し止め請求関係業務を行うところとして、認定しているところでございますので、直ちにそれだけでは、この新たな特定適格消費者団体の要件を満たすものではございません。浜地正和君。そうですね。特に、これまでは差し止めのみを、この適格消費者団体をやってきておりました。今後は実際訴訟の主体になり、実際は損害賠償請求を行い、自分たちがお金を扱う立場になるのが、次の特定適格消費者団体でございます。そういう部分では、財産的基盤という部分がですね、またしっかりしていなければお金を扱うわけですから、また被害が大きくなれば大量なお金を使うことになりますので、そういったところの要は財産の管理状態というところをですね、やっぱりしっかりと留意をしながらですね、認定をしていただきたいというのが私のお願いでございます。で、次の質問でございますが、訴訟費用のお話は先ほどございましたので、飛ばさせていただきます。簡単に言いますと、私質問しようと思ってたのが、訴訟費用がこれ財産権の請求にかからないので、13,000円で裁判ができてしまいますよと、印紙代がですね、ということをお伝えしようと思いましたけれども、この件については、先ほど大臣のお話で、理解をしたところでございます。次に、これは、相当多数の、被害者を、から受験をこの団体が受けて原告になるわけでございます。この相当多数については大体数十名程度いればいいというようなことを消費者庁の方から説明を受けておりますけれども、その中でこれ共通の権利義務がある、共通の権利義務を第一弾の裁判の中で確定していくわけでございますけれども、私これについてしっかりとこのグルーピングっていうのができるのかどうかというのを、実際に私もこれまで裁判実務をやってきた人間としてですね、感じるところでございます。これ例えばですね、ある視点ではパンフレットを説明をせずに、お客さんに売っていたと、もしくはパンフレットの説明を
例えば説明を受けましたって書面を取っていないという A 支店があったとします。しかし同じ会社の中で B 支店があって、支店長がですねこれはまずいだろうということでしっかりとパンフレットでの説明をし、または書面で、説明を受けましたというようなことを取っている B 支店があると、そこに被害者が例えば A 支店に50名 B 支店に50名いらっしゃる場合に、やはりあの被告はその会社になると思うんですね。 A 支店 B 支店両方あるその当然本店になるかと思うんですね。このような場合に裁判の中で、権利義務というのはどのようにこう認定されるのか具体的に教えていただきたいと思います。消費者庁川口審議官。お答え申し上げます。対象消費者の範囲をある事業者につきましてどの視点で契約したかを問わず被告と契約した消費者と仮に設定した場合には、先生ご質問のようにある視点では説明がおろそかであり他の視点では説明をしていたということが判明した場合には対象消費者に共通して金銭を支払う義務はないということになりますので請求が棄却されるというふうに考えられます。ただしこのような場合に対象消費者の範囲につきましてある視点で契約をした消費者と訴えの変更をいたしましてその対象消費者が相当多数いるということになる場合には請求を認める判決を売ることができるのではないかというふうに考えられます。浜地正和君。そうなるとこれ共通の権利義務がないとこの集団的訴訟の第一段階にはいかないと思うんですね。で共通の権利義務がないというふうにもし認定された場合はこれは他の団体にもですねその判決の規範力が及ぶような規定でございますけれども、要は全国的にこの裁判できなくなるといった規定ではございますけれども、判決がその例えば共通権利義務がないということで、まあ、却下じゃなくて棄却された場合ですね。棄却された場合は他の団体も訴訟提起できなくなるんでしょうか。はい、消費者庁川口審議官。はい、この制度案ではこの法案では、判決の第一段階目の判決につきましても判決の効力を拡張しております。先生ご指摘のとおりで他の特定適格者保障団体にも及びますのでそれは訴訟ができなくなるということでございます。浜地正和君。そうなりますとしっかりと訴訟を提起する段階で共通の権利義務があるかどうかということを特定適格消費者団体の方がしっかりと調べて、ある程度予測を持ってやらないとこれは全国の例えば特定適格消費者団体にもその判決の効力が及んでもう裁判はできなくなるというような効力があるわけでございます。そういう部分でございますと先ほど私が申し上げました、まあ、A 支店 B 支店というようなことは分かりやすいものでございますけれども中には20人いる中で1人だけが不法行為性はあるとしかし、19人は不法行為性は認められないといった場合にも却下をされてしまうとですね共通権利義務がそうなると他の団体も、まあ、できなくなると訴訟提起ができなくなるということがございますので、まあ、そのあたりも含めてこの特定適格消費者団体が、訴訟の対象を選ぶときにですねしっかりとこれ吟味をしながらやらないといけないということが言えると思います。ですので、いわゆるこの被害者を集めて、共通の権利義務があるかどうかがまだわからない段階で提起をするようなことがないようにですね運用の面でもしっかりとそのあたりのウォッチをしていただきたいとそのように私は感じております。で次の質問に行かせていただきます。これ私が一番、懸念をしているのが、例えば事業者の側被告側になるんですけど、これ抗弁というのがよく出てきます。裁判をしておりますと例えばこれは相殺をしましたとかもしくは時効で消滅しておりますといったことがよく出てまいります。まずこういった抗弁というのは第一段階で出せますでしょうか。消費者庁川口審議官。抗弁につきましても対象消費者共通に及ぶものについては第一段階で出せると
で個々の消費者のものについては第二段階で出していただくという考え方でございます。はい、浜地正和君。そうですね、この公弁、いわゆる請求金額1000万あると言ってますが、例えばこれは一部返したんだよということで相殺をしたりですね、または一部はもう時効が来てて、請求権がないといったことになって、まあ、主に損害額に関わるところが多いんですね。今のお答えですと第一段階でありますと、まあ、共通の権利義務ということなんですが、第二段階でおそらく出てくることが多いと思います。例えばこの人に関しては過失相殺というのがあるんです。ちょっと難しい言葉で過失相殺といって、例えば過失担保で言いますとですね、この商品について自分はこういう機能をつけてほしいと、こういう機能をつけて特別に、この機械をつけてほしいと言ってそれが壊れたと言った場合には、まあ、よくあることが過失担保といって元々の性能が悪いんですけども、そのいわゆる被害者の方がある注文を特別にしたんで、さらに被害が広がったということがあった場合には、損害額が減額になったりするわけでございます。ですので、やはり第二段階で、こういった過失相殺等々ですね、が出てくると思うんですね。まあ、本当極端な例を言うと、ある高齢の人が、もうあんたから買う商品はもう何でもいいよと、あんたが気に入ったから買うんやからと、何でもいいよということだってあり得るかもしれないわけですね。まあ、それを言わせたか言わせなかったかってこともあるんですけども、そういったことに関しましては、非常にこの過失相殺、被害者にどの程度過失があったかというのは、裁判の場でも、かなり証人尋問等を通してですね、その事実を明らかにしていくわけでございますが、この第二段階での過失の公弁が出たときに、どういった証拠が出せるんでしょうか、事業者側は。消費者庁川口審判。お答え申し上げます。第二段階手続きにおける簡易確定決定をするためということでございますが、その際の証拠調べに関しましては、簡易かつ迅速な審理を実現する観点から、所証に限りすることができるということでございます。当事者双方から審尋をしなければならないとしているところでございます。浜地正和君。そうなんですよね。よく法案を見ますと、こういったまあ、さっきの過失相殺、言った言わないとなるとですね、これ裁判実務では陳述書といって、自分がこの時どういう経緯でこれを話したかとかということになるんですね。まあ、そうなると被害者側も事業者側も言った言わないの話になるのが裁判の通例でございます。そうなると書面だけでは多分判定できないんじゃないかというふうに私は感じておるんですね。実際もこれはもう証人尋問での雰囲気を見ながらですね、この人が真実を言ってるかそうではないかということをやっぱり判断していくのが通常の訴訟でございます。ですので、そういった部分では、まあ、この法案がどうなるか分かりませんが、ぜひお願いとしてですね、そういった、まあ、書面審査、いわゆる書証だけでやったときに、まあ、公弁等が判断しにくい場合はですね、少しまた、今後の改正のポイントとしてですね、頭に入れていただければ、非常に、この訴訟進行うまくいくんじゃないかというふうに思っております。で、そうは言いましても、和解という手続きがございます。この裁判の手続きでもですね、和解ができるということがございます。通常の裁判であっても、最後は判決に行かずにですね、かなり揉んだ後に、大体これぐらいの金額で和解をしましょうということが多いわけでございますけれども、この和解の手続きの重要性について、この法案の手続きの中でどのようにお考えか、お聞かせいただきたいと思います。消費者庁川口審判。お答え申し上げます。和解につきましては、第一段階につきましては共通義務に関することについて和解ができるということでございます。一方、二段階目でございますが、簡易確定手続きにおきましては、当事者である特定的確証者団体におきまして、届出債権について相手方事業者との間で和解することができると、これは明確にしております。浜地正和君。今、第二段階でも和解ができるということでございます。やはり証拠だけではわからないということが大変多いのが裁判実務でございますので、この和解の手続きの期日をですね、しっかりと取ることによって、そこでは話し合いができるかと思います。
ですので、まあ、話すことによって、また被害者も事業者側も自分たちの言い分を言ったということで、紛争を早く終わらせようという効果があるのが和解でございます。ですのでこの和解の手続きがあることによってですね、やはり被害者の方も早く救われる、もしくは事業者の方は和解があってある程度の金額で収まるんであれば、その和解に応じてですね、とにかく紛争を早く終わらして被害者の回復につなげ、また事業者としても次の事業に、まあ、向かっていくという効果があると思いますので、この和解の期日というものについてもですね、まあ、しっかりと重要なものであるというふうな認識の上でですね、運用をしていただければと、そのように思っております。で次に判決の効力についてお聞きします。これ9条の問題ですけれども、これは第一段階で共通権利義務がありますと。で第二段階で、被害者に通知をするわけでございます。その通知をしてそれに届け出をしなかった人に対しては判決の効力は及びますでしょうか。消費者庁川口委員官。対象消費者であっても第二段階で届け出なかった方、受験をしなかった方、これについては判決の効力は及ばないというふうにしております。浜地正和君。そうですね、及ばないんですよね。ですから私先ほどから一番最初から申し上げておりましたが、まあ、本来は権利義務を主張する方が汗をかき、自分でこの裁判手続きに臨む、これが非常にやはり煩雑であるし、なかなかそれができないということで今回の法案になっておるわけですね。それで、第一段階、第二段階と分けてですね、第一段階の共通義務があるもの以外にもですね、業者の方に、まあ、名簿がおそらく提出されることになるんでしょう。この契約に関わる対象の消費者のすべてがそこで明らかになって、その方々にあなたはこういった権利義務がございますということを通知するわけでございますよね。ですので非常にやはり被害者の回復と被害の回復という点では、まあ、特例を設けて回復しやすいようになった制度なんです。その中で、これまでは先ほど大臣の答弁であった通り、自分が被害を受けているかわからないということも多いということでございますけれども、実際は通知が届いて、あなたは届け出する権利があるんですよと言ったのに、届け出をしなかった人はまた自分で後から裁判ができるということになるわけでございます。そうなるとこの、まあ、集団訴訟という部分でですね、まあ、一回的に大量的に回復するという点が非常にやっぱ弱くなるんじゃないかというふうに、個人的には感じておりますので、まあ、仮にもしこの法案が成立をしまして運用が始まった後にですね、届け出をしなかった人間方々がですね、自分でまた訴訟を提起されるようなことが増えてしまって、結果的に、この手続き以外での裁判手続きが増えた場合にはですね、判決効の及ぶ範囲ということをですね、またしっかりと考えていただきたいなというふうに私は思っておりますけれども、この点はいかがでありましょうか。森国務大臣。まあ、これは議論があったところでございますけれども、届け出をしなかった方にまで、判決効を及ぼすという、まあ、予測可能性が低いところまで判決効を及ぼすかどうかという議論があると思います。ですのでですね、まあ、この法律の5年間の施行状況を踏まえてですね、まあ、検討課題設定することとなるものと考えますので、まあ、その点も勘案して今後検討課題していきたいと思います。浜地正和君。ありがとうございます。私もこの法案が成立して運用が始まったときにはしっかりとまた実務の現場からもですね、意見を聴取しながら建設的な議論ができればと思っております。で、最後の質問になりますけれども、これ弁護士費用の問題でございます。私のもとに寄せられた一番の、まあ、反対の側の方からの意見が、弁護士だけが儲かって、私も弁護士でしたけども、儲かってですね、被害者を食い物にすると。まあ、例えばの話、過払い金の返還請求なんていうことが ありますけども、まあ、2割ぐらいが大体相場なんですね。100万円、10年、20年、自分がその高い金利に苦しみながら、まあ、時にはその取り立てに怯えながらですね、10年、20年払って100万円戻ってくると。
で正直あまり難しい裁判ではございません。それでまあ2割、弁護士が取るということになりますと、本当の意味でのですね、被害回復にならないということが、一番の大きな声でございました。ただ今回はこういった過払い金請求ではなくですね、まあ、いろんな類型がございます。貸し担保なんていうことになると非常に裁判としては難しいわけでございますので、そういった議論というのは一概的に当たるとは私も思っておりません。しかしやはりこの弁護士が多額の報酬を取って結果的に被害者のもとに帰らないということは避けてくださいという声が一番実は多かった声でございます。ですのでこの報酬の多額の報酬の危険ということについてはぜひ、まあ、今後ガイドラインを作りながら運用されるということでございますけれども、まあ、この中にまた政治家の意見もですね、また現場の意見も取り入れていただきたいなと、しっかりとここはやっていただきたいなと思っています。でもう時間もありませんので、最後にご提案としては、大臣もご存じの通り法テラスというのがあるんですね。弁護士費用を非常に経済的に困窮された方が弁護士に頼むときに法テラスというものを使うと、国の方が一時お金を立て替えてくれて、特に、例えば生活保護の方とか、もしくは非常に困窮している方はもう免除になると、弁護士費用が、そういう制度がございます。ただ一方そういった国の税金を使うわけでございますので、弁護士の費用は大変安くございます。私も、まあ、去年まで実務やってましたけども、本当に法テラス使うとなるとですね、まあ、弁護士も個人経営ですから、まあ、非常に、経費と中で、ただこの人を救いたいと、ただなかなかこの報酬じゃ少ないなと思いながらですね、そうは言っても社会正義のためにやろうということでやっている、まあ、ちょうどいい基準というか、でございます。その実感がございますけども、ぜひまたこの法テラスの基準もですね、参考にしながら、またこの報酬のガイドラインをぜひ作っていただきたいなというご要望でございますけども、弁護士である大臣のご意見を最後に、お聞かせいただければと思っています。森国務大臣。法テラスの基準は、まあ、個人の、依頼者に対するもので、集団的にですね、弁護士が弁護団を作るときは法テラスの基準よりもっと低い報酬しかいただかないのが通例ではございますが、まあ、法テラスの弁護士報酬基準等もですね、参考にしながら弁護士会の皆様、そして事業者の皆様、消費者団体の皆様、そして、委員の皆様のお声もですね、広い各界各層のご意見を踏まえて、ガイドラインの策定に当たってまいりたいと思います。浜地正和君。ありがとうございます。今大臣の実務経験で集団訴訟の場合は法テラスより低いんだということがありましたので、おそらく大臣であればしっかりとしたこの弁護士費用を多額でない適正なものにしていただけるんじゃないかというふうに確信いたしました。ですのでまたこの点についてもしっかりと私もまた意見を言わせていただきます。本当に皆様ありがとうございました。終わらせていただきます。ありがとうございます。